いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。はい、フォルツァホライゾン5、やっとこさ、CRX で遊べる。いや、長かったね、なんだかんだね。というわけで、どれから走ろうか。やっぱオンロードだな。うん、ちょっと、オンロードです。ね、で、今日、どの間で、ね、吊るしで走ってみて、で、その上で、まあ、感触をね、こういう車だったなっていうのを思い出して、で、まあ、どのパーツを変えるかの、どういうパーツを入れるかの指標にしましょうか。ね。で、まあ、前回までの中でちょいちょい乗ってる限りだと、やっぱオーバーステアが目立つね、今作はね。で、まあ、悪いことじゃないのよ、FF だしね。FR でオーバーステアだと、やっぱり、ああ、よそ見してた。最後の最後でバランスが悪いとね、すと出ちゃうことがあるから難しいんだけど、 FF のオーバーステアはむしろね、結構歓迎するべきで、なんだろうな、オーバーを消すことは簡単なのでね、うん、なんていうの、走り方を変えることでというか、走りの調整の中で。ね、でどうしてもその加速だなんだの時はアンダーになりやすい車ではあるので、あ、ボロボロじゃないか、うん、アンダーになりやすい、かわいいな、うん、車ではあるので、コーナーのできるだけ手前じゃないな、入り口、うん、エイペックスを超える前までに方向をしっかりと変えて、早めに加速に移りたいような僕はイメージで、FF を乗っています。ね、なので悪いことじゃない、うん、ただあんまり荷重移動が極端だったりすると困るなと、うん、あとはブレーキングでふらついたりね、オーバーすぎて、お、なんだなんだ、みんなスタート早いな、なんだよ、同じカテゴリーだろ、同じクラスだろ、違うのか、そうで、ああ、もうやめて、またお姉セーブ増えたって言われちゃうな。フォルツァのこのシリーズを初めてやった方の中で、なんかすげえ曲がっちゃうんだけどみたいな、くるくる回っちゃうんだけどっていう人はね、まあ、もちろんセッティングもいいんだけど、その左の親指に集中してみてください。慌ててステアリングを切ってバコンとこう 100% 全部倒しきってないか、うん、を気をつけてみてください。意外とね、コーナーの入り口、うん、曲がり始めはじわーっと倒すとね、思ったよりスポーンって入っていかないよ、うん、ね、実際の車でもそうです。実際の、まあ、乗用車だったら、まあ、大体2回転半ハンドルって回るでしょ、うん、6×6 でね、で2回転半だよね、でど真ん中から急に全部ハンドル切ろうとしてもさ、くる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 回す時間がどうやったって出るじゃない、レースカーじゃない限りは、うん、だから急にハンドルを切るっていうことに標準ノーマルの状態では多分想定してないと思うんだよね、うん、なのでじわーっとステアリングを切る練習というのかな、あーごめんね、うん、してみてください。それだけで随分ね、快適さは変わります、うん、慣れると自然に、ああもうダメだな、全然スペック足りねえな、なんでだろう、走り方だな、よし、ちょっと気をつけるぞ、よいしょ。で乗ってる限り粘りがもうちょっとリアに欲しいのは欲しいけど、ほらね、後ろがスポーンって飛んでっちゃうので、粘りが欲しい。でせっかく加速を見据えてエイペックスを目指してるんだけど、リアがパーンって抜けてっちゃうから、横滑りしてる分加速スタートなんていうのかな、コーナーの立ち上がりが悪くなってるんだよね、うん、なのでそこをどうにかしたくはある。だからより早めにアクセルを踏んで、今みたいにね、横滑りを消しながら走ってみてはいるんだけれども、やめて、なかなか、うん、思った結果が出せませんな。これ最終ラップか、それとも走らせ方を僕が何か勘違いしているかもしれない。これ系が辛いな。あ、でも全然立ち上がりで負けてんな。なんでだろう。パワーに対してギアがロングすぎるかしら。今みたいにして見てるんだけど、ちょっとヘボいなこの順位は。まあね、前々回その前ぐらいに難易度上げませんかって言われて調子こいて上げてるので、ね、分かった分かった、僕がこのアシストのラインを信じすぎてる、本当はもっともっといける。ちょっともう一回このコース走っていい？ドン。こい終了。ちょっともう一回いいですかもう一回いいですか。走らせ方に悩みすぎて、全然車に集中してなかったね今。よし、もう一回で、確かにね、サスペンション硬くしたい、すごく硬くしたい。でリアの粘りをもうちょっと出したい。がまずファーストインプレッションだね。でステアリングの応答性自体はね、ちょっと荷重移動に時間がかかりすぎるので車高を下げたい気もするけれど、リアの粘りが出ちゃえばまあいいのかなという気はしないでもないです。ああ、同じだなこれじゃあ。ね、ブレーキ早めに踏むんだけど、ボトムスピードを低くしすぎないでアクセルを早めに上げて横滑りを防ぐ、エイペックスの手前までブレーキ踏み続けちゃうとやっぱりリアがねストーンと飛んでっちゃうので、早めにアクセルを踏むことでリアに荷重を移しつつフロントの入りすぎを防ぐというかね、こんな感じこんな感じこんな感じ。おお、ついてきた。よし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 。この次ハードブレーキ？違うな、その次か。怖いな、いっぱいいるな。そう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 、こんな感じこんな感じ。気持ちいい気持ちいい。まあパワーがないのでね、なんつうの、カペタみたいな走り方をするしかしょうがない。ああ、押されるの怖かったらこうなっちゃった、ね、しょうがないんだけどね、そのボトムスピードをできるだけ落とさずに、押さないで、ね、コーナーをできるだけ広く使って抜けていくような走り方をしないと、まあしょうがないね、加速が鈍いからね。これがもう少しパワーがあったり、四駆だったりするとまた話は違ってくるんだけど、ここなんかもね、ほら、でコーナーを開けた先のショートストレートだったり高速コーナーで勝負をかけるようなイメージかな、この車は。嫌な位置だなこれ。3位にはなりたいな、頑張って。ちょっとショートカット気味だがまあ許してくれい。ホライゾンじゃ。いや、勝負が仕掛けづらいね。みんな可愛い車だなこのクラスは。こんな感じ。よし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 。やっぱ走らせ方次第だね、どの車もね走らせ方を変えれば、速さや結果が変わってくる。ドーン、やったね。よし、分かった。ただのっけで知らないコースを走るにはちょっと厳しいな今この状態はね。今ね、1回目と2回目で走り方ちょっと見比べてみてもらえる人がいたら見比べてみてほしいんだけど。何？エレミネーター、バトルロイヤル。うん。ちょっとあんま車ぶっけんの好きじゃないんでうん、いいかな。よっしゃ、じゃあこの状態でだ、ちょっと待って。この状態でダートラも出てみようか。うわ、これ面白そう。オンロードの走り方はなんとなく分かった。じゃあダートラだ。そう、何をしたかというと1回目の時は結構ね、そのブレーキングで前に荷重をドカンと寄せちゃってたんだよね。そのまあ、基本的にはちょっと前にも言った通り、前に荷重を入れれば入れるほどそのフロントのタイヤを使いやすくなるので、まあブレーキを抜きながら曲がっていきやすい、うん、でもこの車はフロントに荷重入れすぎるとね、後ろがもうどうでもよくなっちゃうんだよね。まあ最初に乗った106もそうだったけど、どうでもよくなっちゃって、その後のコーナーの立ち上がりでお尻がズベーっとね回っちゃって、全然加速側にグリップを使えなくなっちゃうんだよね。なので、そこまでフロントに荷重が乗らないように、ブレーキをコントロールしました。その荷重が乗りすぎてるなと思ったらちょっとブレーキを抜いたりね。でコーナリングの最中に、あ、これは滑ってわけわかんなくなっちゃうなと思ったら、すごく早めにアクセルを入れて、フロントのタイヤをグリップに使わせない、うん、ように調整したりね。さて、それがオフロードではどう変わるのか、ちょっとやってみようか。Okay. どうなるんだろうね。いや、乗り口から行くとダートだったらフロントに荷重乗りすぎないし、ね、フロントのグリップ限界が低いので。でかつ後ろがどちらかったとしても早めにどちらかしちゃえばそこまで影響はない、むしろ走りいいんじゃないかなっていう気はする。なんか1人だけこんなレーシーなおべべでなんか恥ずかしいね。あ、全然、いや全然早い。皆さんなんで、あはは、応答性悪まあそりゃそうだよね。そのこんなねミューの低い中で加速にフルグリップをフロント使っているわけで、その中でハンドルを切ったところでそんな曲がるはずがないんだよ。うわ、そんなコーナーか。面白い。あ、面白い。タックインのように曲がるのがすごく楽。曲がってる最中に曲がりきれないなと思ったら3割ぐらいアクセルをふっと戻すとね、横にグリップをなんていうのかな、分けてくれてヒュッと鼻が入っていくね。まあまあそんな11位を走りながら偉そうに言えた義理はないんだけどさなんだろう、基本的にそのあれだね、バランスが違うのか、その106に乗ってた時と順位の取る難易度が全然違う。多分それはこの車が軽くてパワーがない、要は軽さに振った車になっているのかな。なのでさっきのオンロードでもコーナーでちゃんと攻めていかないと他の車を抜けない、感じなのかな、ひょっとしてね。だとしたらオフロードでもそのはずだ。さあ、オフロードのコーナーで稼ぐのってどうやんの、俺わかんないんだけど全然わかんないんだけど、よいしょ。なんか追いつけてる気がかけらもしないのはなんでだろう。うん、操作感はいいんだよな、すごい。ただ順位にが伴わない、ちょっと重くしてでもパワーを稼いでこようか。いや、それもつまんねえな。なんか足回りでどうにかしたいな、どうせならな。よいしょ。やっとちょっと近づいてきたか。難しいです。まあそもそもね、コンセプトデザインの古い車ではあるけど、 VTEC だよVTEC だよって、もうそれ自体がもう年齢を感じさせるけどね。VTEC 聞き始めるとさ、ガソリンメーターが目に見えて減ってくんだよFTO じゃない、三菱のさ、ミーベックだっけ、あれと同じでなんかもうね、高速とか走ってたりとかするとさ、もう分かるぐらいガソリンが減ってくんだよね。なんか左足ブレーキとか使った方がいいのかな。今普通に走ってるんだけど、まあコントローラーなんでね、左指ブレーキ当たり前だ、なんていうの、左足ブレーキ的な操作をした方がいいのかな。痛い。さあどうする？オフロードでの乗り口は悪くない。ただ速さにつながらない。まあ別に速く走りたいわけではないので、気持ちよく走りたいので、そんなに気にするこっちゃないのかもしれないんだけど、悔しいよね。なんかその同じ難易度でロードスターと全然順位が違うのがなんでだろうっていうのは気になる。うん、あ、ごめん。うん、8位だね。じゃあ9位か。さてどうしたもんか。どうしようかな。パーツどれ変えようかな。ね、まあサスペンションをどれ選ぶかだな。まあ、ダートやるならダートのサスペンション入れた方がいいんだろうけど、でも今もこの車ブワンブワンだからね。ちょっとスポーツか、どうしよう、どっちで生きていくか決めるかみんなすごい格好してんの。どっちで生きていくか決めよう。どっちをメインで生きていくのね。まあ、できれば間を取りたいんだけれども、分かった。今回もちょっと一応オフロード用のサスペンションは入れよう。スピンチャキーン妹、車くださいよOK じゃあちょっと次回パーツを変えてどうするか、また新チャプター開いちゃった、どうするか考えましょうか。はいはい、またこの曲解ってことは、次回の開始はまた例の感じでいいかな。はいはい、それじゃあ今夜もこの辺で大型犬がお送りしました。みんなまたね、バイバイ。